じゃあスマホ老眼になる原因には何があるかなんですけれども、まあ、スマートフォンを使うことが原因なんですね。でなんでスマートフォンを使うと老眼になりやすいかなんです。普段私たちはピントを遠くを見たり近くを見るということを自動的に行ってます。ですから、まあ、車を運転して遠くを見てても不意に手元のところを見ようとしてもピントが自動に合ってくれるんですね。ただ、この機能というのはだんだん年とともに衰えてくる。ですから、まあ、いわゆる老眼で手元が見づらくて離さないと見えなくなってくるんです。スマートフォンの場合何がこれが問題かというと手元をずっと見続けてしまう。これによって手元を見るところに一回凝り固まってしまうんですね。そうするとピントの調節能力が落ちて手元や遠くをパッパッと見ることが難しくなってきます。結果として手元を見てるんだけども手元が見づらくなってしまって離さないと見にくいということが起きてきてるわけなんですね。手元を見てるんだから手元を見やすくなるんじゃないのと思うかもしれないですけども、このピントの調節能力というのは筋肉によって起きています。毛様体筋という目の筋肉なんですけども、この筋肉の凝り固まりによって手元や遠くをピント調節が悪くなってしまうと思ってください。